本当のフラフラじゃないですか。水曜日でむちゃくちゃ球速く感じましたもんね。裏の球を見たときに、あ、これはちょっとやばいなっていう、それをもう今でも鮮明に思い出しますね。すごく速く感じましたね。で、松山商業が2人のピッチャーの継投、三沢。